もしもしどうした、うんもう俺まだ家だけど。えもう駅着いちゃったあ、ちょっと早めに着いちゃったんだね。オッケーじゃあ俺もすぐ出るわ。いや、ダメダメ、かい行くから待ってて。今日のかなちゃんの服予想しながら行くに。はい、もしもし。あー。 ちょっと今起きたわ。じゃあ、ちょっと家まで来てもらっていいすか。すんません。あ、来るときさ、なんかジュース買ってきて。かなちゃん今日何食べたい一応ここら辺のお店ちょっと調べてきたんだけど、中華だったら、こう。ね、美味しそうでしょそれか、ちょっと待ってね。ねパスタだったら、こ,こど ねめっちゃオシャレだよね。それかね、ちょっと待ってね。とね、ラーメン食べれる ?OK, じゃあ、つけ麺で、ここ。なんかここさっぱりしてて、女子にも人気らしいよ。ここにする ?OK。じゃあね、あっち。ラ食おうかねレ。<laughs> まあ、大戸屋ネギシ、やよいけん、ね、うん。 うんうんうん。あー、いや、それは腹立つね。うんうんうん。あ、いや、それは絶対かなちゃん悪くないでしょ。うん。うんうんうん。なるほどなー。それ、例えばさ、あ、俺に喋って大丈夫それ、例えばさ、なんか先輩とかで相談できる人いたりしないの あ、部署が違うのか。そうだね、部署が違うとちょっと、あんまり込み入った話はできないもんね。うんうんうんそっか、うわ、どうしたらいいのかなうん。んああ、いや、全然大丈夫だよ。俺もどうせ心配で寝れないから。うん、もう考えてもうしゃあないっしょ。ねえな。 <laughs> めんどくさくなってないよ。でね、花束の中よく見てみて。<laughs> はい。ではその地図を頼りに、プレゼントを探してみてください。んあ、誕生日。逆にシストに行きますか。ういつの間にが瞳つ 奪われているじ、また、離さない、揺るがない、ク a z z y for you, が好きだと、叫びた。なんでそんなにそっけないのさ、そっぽ向いてさ。は浮気したの いや、早めに家出て駅でずっと待ってたよ。じゃないとかな機嫌悪くなるからな。行こう。